野間選手が長打を増やす肉体作りを目指しているみたい。2023年シーズン途中には58安打連続単打で話題になるなど長打が生まれなかったんだけど、粘りの打席、しぶといヒットを量産した結果だよね。パワーはあるのじゃが確率重視の打撃をしておるしな。そんな単打量産型から長打を増やすべく、自重トレーニング、体幹トレーニングのピラティスを取り入れてるみたいで、本塁打というよりは二塁打を増やしたい、そう話していたよ。2023年は108試合で打率割2割8分6厘、106安打、二塁打11本、三塁打1本、本塁打0本、長打率3割2分1厘。2024年はどんなバッティングをしてくれるのか楽しみだね。ということで、野間選手、ピラティスを始める、でした。